はい、住田ぞ駅です。今時刻表で見ているんですけど、今ね手元の時計で11時40分なんですけど、今からですね木津方面に行きたいんですけど、次の木津行きは1時間後の12時33分発。これかなり長い絶望感。いや長いな。そしてこの後ですね、木津から奈良線の方に乗っていくんですけど、5月21日から5月22日まで線路切り替え工事を行うみたいですね。はい、一応こんな感じです。21日がこれが最終が下りの方が京都発が20時39分発がこれ7駅が最終電車で、上りの方が20時20分が京都行きの最終電車となります。京都行きです。あとそれから22日もこれ22日の朝にかけても工事が行われておりまして、始発電車がこれ時間帯が異なりますね。京都発が9時49分発で、常陽発が10時1分発の京都行きが、始発電車となります。一応後ろの方も休止時間帯の時刻表もなされておりますので、よく皆さんも、ご利用される方はパンフレットを手元に持って、時間帯をよくお確かめください。一応注意なんですけど、両日とも運休区間では鉄道による振り替え輸送を実施しますが、バスによる代行輸送を実施しません。というのは、運休区間では、近鉄と京阪電車で代行輸送を行うということになります。裏面の方にももらいまして、こんな感じで近鉄電車と京阪電車の振り替え輸送を行いますので、よくチェックしてパンフレットをよくお確認ください。もう一つの注意なんですけど、一応 IC カードではご利用できませんので、あらかじめ普通乗車券で買うか、お持ちの IC カードの定期券でご利用ください。
おお、すごい。あ、回送電車なんだ。225系。おお、何の回送電車なんだろうね。珍しいね。こんな感じだ。中はある程度見れないですね。多分この新快速を出た後、この回送電車が出ると思いますね。柱手とかのおなじみの287系ですね。これでもかっこいいね。これが前の3両ではなくて、後ろ3両が舞鶴の東舞鶴行きで、もうこんな感じでもう全部が指定席ですね。一応5番の号車までは舞鶴の東舞鶴行きということで、ここまでもうずっと指定席ですね。こんな感じです。で、この前が橋立号の列車ですね。行き先はこんな感じで、橋立の天の橋立行きということですね。で、ここも全部が指定席ですね。うおー、近鉄電車4両編成。まあ、この風景だと、まあ、ある青鳥が出ておりますから、この風景から青鳥を見ることができます。いいね。近鉄特急と新幹線と205系止まっております。多くの列車が走っておりますね。電車から来て、新幹線まで来て、まあ、さっきの新快速までも来て、ややこしくなるよね、この京都駅。おお、いいね。3220系。新幹線はやってこないんですけど、珍しい電車がやってきました。あ、後から来ましたね、新幹線。こっちは新大阪方面の新幹線ですね。
いや本当に実現しましたよ。新幹線とあと青海橋、そしてサンダーバードのこの豪華共演。しかもね、今やってきたやつ N700S なんですけど、今やってきた電車、いや結構増えておりますね、 N700S ね。はい、わーこれはねすごいものを見ましたね。お、何これ、え、嘘？マジで？あれは確実225系やってきましたね。快速電車やってきますね。珍しいような珍しくないような編成ですね。これは多分この組み合わせは朝と夕方の時間帯から出てるんじゃないかな。日中とかはね、この車両は、園部から月の福知山方面に行く、まあ、普通電車として使われている車両なんですけど、多分この時間帯は結構使われることがありますね。多分ね、この車両はね、あのマリンライナーと似ておりますけど、こちらの車両は5500番台と言っている223系の方です。今の表示なんですけど、快速の京都行きなんですけど、折り返しはどの行き先になるんでしょうか。おっと、その前にスーパーハクトが発車していきましたね。今日は珍しく6両編成での運転です。でこちらは普通電車ですね。高槻から快速になる電車です。行き先は変わりました。快速は変わらずということなんですけど、行き先はその目行きになりましたね。こんな感じでこっちが223系の5500番台で、こっちの方が221系です。やはりこっちの電車は京都所属の電車になるんですけど、223系の方は福知山に所属している電車なんですよね。まあ、やっぱり見ると京都らしさの編成ですよね。おお、ヘッドライトがつきますね。かっこいいね。まさにリア感がある編成です。